おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日は BBM 読売ジャイアンツベースボールカード2021を1ボックス開けたいと思います。ということでね、カードショーで手に入ったので1ボックス開けたいと思います。リクエストが多かったので今回は巨人にしました。さてですね、狙い目というとですね、やはりエスペランサの秋広選手、そして中山選手、このあたりが引きたいですね。では開けていきましょう。ルーキーエスペランサになりますからね。もう巨人はちゃんと育成してくれないとダメだよ、本当に。ドラフトで、ね、FA とかね、本当に。はい、こんな感じになってますね。20パックですね。はい、では行きましょう。まずは1パック目。お、早速なんか出たかな。はい、まず吉川選手ですね。はい、セカンドの選手ですね。で、丸選手。はい、梶谷選手もね、今年1試合も出てなかったんかな、確か。それで2億払ってるわけですから、ちょっと巨人もね、お金の使い方がね、悪いっすね。はい、中川選手で、お、菅野選手の、主力インサート、そして秋広選手。はい、じゃあ2パック目です。まあ毎年のことですからね、巨人の金遣いの荒さってのは。ちゃんと金使わなくても優勝できますから、ヤクルトみたいにね、2年連続で。また丸選手。はい、そしてデララサ投手ですね。ちょっとね、もう何ボックスも開けてきたんで、名前を言わずに見ていこうかなと思いますね。はい、サブセットですね。はい、こんな感じになってます。お、大城選手。お、緑の中山選手が出ました。これは確か75枚限定ですね。そしてなんとファーストナンバーになってます。嬉しいですね。中山選手ね、もう我慢してショートで使ってやるといいんですけどね。我慢できないのがね、やっぱ打たないとすぐ変えちゃうのが巨人の監督のね、責任ですかね。まあね。お、またサブセット出ましたね。高橋投手と今村投手ですね。はい、エンデバー、横川選手。これもあれか。で、岩佐選手ね、今年頑張りましたね。はい、次ですね。お、またサブセット、岡本選手。小林選手で、お、高梨投手のサブセット、インサートかな、インサートね。はい、じゃあここ置いときましょう。はい、高木投手。手前6パック目です。はい、横位置になってますね。はい、サブセット、梶谷選手。お、戸郷選手の金箔サインが出ましたね。うん、じゃあここ置いとこうかな。はい、重信選手ね。そう、重信選手で思い出したんだけどね、12球団のね、ドラフト会議もね、12月に行われるみたいでね、どうなるんですかね、初めてのあれですからね。お、坂本選手、太田選手、松原選手。じゃあ真ん中の列いきます。石川選手かな、
石川選手もね、他のチームだともっと活躍できるんだけどな。多分指名されてもおかしくないですよね、12月のね。はい。はい。菊田選手もね、2軍で頑張ってますからね。なんとか1軍で活躍できるようになってほしいですね。お、亀井選手出てきましたね。もうコーチですからね。インサート。戸郷選手と桑田選手のインサートですね。じゃあ、ここ置いとこうかな。はい。秋広選手のルーキーカード出ましたね。なんぼあってもいいですからね、これはね。平内投手。ルーキーかな。ルーキーの。ルーキーじゃないか。ルーキーマークがないですからね。はい、ルーキーの山崎伊織選手。あ、やっぱ平内選手ルーキーだったね。そこの年はサンチェス投手と、白サインが2枚出てるのでこれで終わりっていうパターンもありますけど、もう1枚切ってほしいですね。はい、岡本選手のインサートで北村選手。インサートのねパラレルが全然見たことないんですよね。ナンボックスも開けてるんですけどね、このカードがね光ってる花火パラレルとかも存在するんですけどね、僕はね白サインしか引いたことがないんですよね、ほとんどね。監督、はい、真ん中の列6パック目です。はい、増田選手、トネ選手、お、広岡選手ね。で、桜井投手、ああ戦力外になりましたね。まだ使えるけど、やっぱ防御率が悪いのかな。はい、サブセットは梶谷選手ですね。お、ビエイラ投手、吉川選手、岡本選手、大竹選手。じゃあ最後の列になります。横ですね。お、岡本選手のインサートで、エンデバーの湯浅選手。若林選手、伊藤投手、横ですね。大城選手と小林選手。小林選手もね、他のチームならね使えそうですけどね、あんまりベンチにずっと いてもねかわいそうですよね。やっぱ試合出ないとね、プロですからね、試合出てなんぼですからね、動けるうちにやっぱファンにね見せておかないと、プレーをね。ベンチにいてもねファンは喜ばないですよ。はい、岸田選手もね、キャッチャーね。はい、もう残り少なくなってまいりました。もう一枚なんか出てほしいんだけどな。もう終わりなのかな。はい、若林選手、石川選手、お、中山選手のルーキーカード、これいいですね。はい、で、伊能投手もね、巨人をねどうやら解雇されたようですね。ヤクルトにね来てくれたらね、ヤクルトも手挙げてたんですけどね、FA の時ね。何をしてるんだかね、ヤクルトに来てくれたらね優勝できてたのにね。はい、ビエイラ投手、はい、
で、お、これ光ってます。ホロですね。亀井選手か。亀井選手の50枚限定のホロカードが出ました。ホロインサート。パラレルですね。で、八尾板選手。じゃあラストです。やっと光ってるのが 見れた。あ、よかったよかった。丸選手、はい、お城選手、戸郷選手、楊大観選手もね、結局ね、宝の持ち腐れでね、金ばっか払って、はい、最後は田中豊樹投手でした。はい、シリアルナンバー入りのカードは3枚出ました。まずは中山選手のグリーンキウイ版、キウイグリーン版ですね。75枚限定のファーストナンバーで、戸郷選手の100枚限定の金箔サインで、亀井選手のインサート50パラでした。ホロですね。はい、ということになりました。久々に開けましたが、やはり3枚もね、シリアルで出てくれると楽しいですね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを、また開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもね、お待ちしております。それでは、さよなら。